私はそうですね、10年前は自分が漁師になるっていうのは考えてなかったんですけど、5年前に突然ちょっとやることないなっていう感覚でポッとなった。でその翌年に町議会選挙に出て議員にポッとなったような人間ですどういうことやねんって思うかと思うんですけど、まあまあそれもちょっと話すと多分2時間くらい回っちゃうんでやめとくんですけど、なんですかね、ちょっと議員さんっていうとすごい真面目な感じで、ちょっと何の話すんねやろうと思うんですけど、西野カナ風に言うと裁きたくて震える女子ね、どちらかというと両親寄りの人間なんで、そのように接していただけたらなと滑ったなですね、そのまあ議員という立場でですね、まあ、議員っていうものにも全然興味がなかったんですけど、その小獣害対策事業っていうので議員さんは毎年その町が使う予算書を全部見るんですね。その中でも小獣害事業っていうものにすごく税金が使われてまして、まあ、国で見ると100億円の被害に対して200億円今税金が使われてると言われてます。まあ、学生の方は税金って別にそんな今就職してるわけじゃないし関係ないと思うかもしれないですけど、例えばこういう水だとか携帯代とか可愛いお洋服だとか、それにも全部税金がかかってます。タバコにも税金がかかってます。大体、人間の年収の3割ぐらい税金がかかってるんですけど、それが、まあ、いろんな事業にこういう長寿会の事業だとか、まあ、それがすごく有益な事業だったりだとか、無駄って、まあ、すいません議員なんでそれは費用対効果があるんですかとかすごい偉そうなことなんですけどそういう無駄な事業とかもある中でなんかいろいろ交えてお話をしていけたらなと思います。でも本職は実は美容師なんです。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。